そして今日もここから気持ちを新たに進むサンフレッチェ広島ですが、ユースから20年間サンフレッチェ広島は前向き選手としてたくさんの方々に愛され、たくさんの歓喜を我々に見せてくれた森崎浩二選手が今シーズンをもって現役を引退することになりました。これより現役引退に伴うセレモニーを行わせていただきます。1981年5月9日、広島県広島市秋区矢野に誕生。小学校2年生から双子の兄和幸選手と共にサッカー人生がスタートしました。中学校を経て高校進学と共にサンフレッチェ広島ユースに加入。頭角を現し2000年兄和幸選手と共にJリーグ初の双子選手としてプロのスタートを切りました。2度の J2 合格、怪我や体調不良など苦しい時期もありましたが、周りの方々に支えられて復活。持ち前の明るい笑顔と左足のキックで我々にたくさんの感動を与えてくれた森崎浩二選手、感謝の思いを胸に今シーズンをもって現役生活を引退します。これから森崎浩二選手の生い立ち、現役生活を振り返る映像をご覧になります。大型映像にご注目ください。
なにもたくさんのサポーターに、見届けてもらえるという最高の雰囲気の中、自分自身にとって最後の日本最終戦を迎えられ、本当に僕は幸せだなとしみじみと感じています。
でも振り返ってみれば、正直、お前には全然追いつけなかったと思っているよ。俺にとって昔も今も最高の選手は変わらず森崎和之だと思っているよ。この数と JR 初優勝した時2人でサポーターのみんなが待っているスタンドに回らせてもらい、一緒に喜べたことは僕にとって最高の思い出です。今シーズンで引退するか、それとも続けるのか決断するまでに本当に悩みました。でも考える中で最終的に思ったのは、広島で生まれ育ち、サンフレッチェ広島でプレーし続けてきたからこそ、最後のサンフレッチェ広島の選手として終わりたいという思いでした。これだけ手の届く選手はいなかったと思っています。そんな僕に17年間もプレーさせてくれる機会を与えてくれてありがとうございました。
崎和幸選手、そして今日来られているアビスパ福岡駒野雄一選手です。ありがとうございます。